回りました。改めまして和田アキ子です。柿原忠です。アッコのいい加減2000回東京有楽町日本放送の制作で福井放送、高知放送、大分放送でお聞きの皆さんにもお送りしています。はい、12時50分頃からお送りするクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる。電話に出てクイズに正解された方には1万円を差し上げます。はい、来週タモリさんをお迎えしてのスペシャル放送のため、このクイズアコちゃんに叱られるがお休みなので、はい、もう今週ぜひ1万円ゲットしてください。ね、ぜひぜひ。はい、メールアドレス小文字で akko@1242.com akko@1242.com ファックスは 0570-021242 でお待ちしております。はい、続々といただいているメール、はい、やっぱりカール君来てますね。はい、西東京市の和子さん、はい、ちょっと私肋骨痛いのにやばいです、カール君笑いました。肋骨が痛すぎますということです。もうね、なんでカールスモーキーまで言えばいいのにね、もしそうするんなら。そうですね、石井さんって言えないんなら、石井くんでもね。そうですね、なんでカールで止めるの。それはね、食べ物じゃなくて言うよ本人も。ねえ、カールの歌歌ってましたしね、うん、まして私人に言うとき、お前人の名前間違った最低のことよって言ってんのに。もう今後は絶対その怒り方やめた方がいいですね。もうね、言わない言わない、誰でも間違いはあるわなって。石井達也さん、ほんとすいませんね。石井達也さん、はい、甘エビ王子さんからも、はい、いやー、あっこさん、石井さんのことをカール君はさすがですね。何がさすがやん。なかなか間違えられないですということですね。いやいや、でも、カールスモーキーなんだから、そうですね。何でも訳すじゃん、今。いや、それだけだ。絶対違うと思う。違う。カールスモーキーさんが、だって俺食べ物じゃないのになって思ったっていう段階でも、やっぱ違いますね。はい、失礼いたしました。しました。はい、でも、あっこさんのですね、あの、トイレのジェンダーフリー問題は、はいはいはい、葛飾区のまゆみさん、56歳の方がですね、うん、アメリカのトイレが男女兼用になっているという話は結構びっくりですと、うん、確かに女性トイレは大体混んでますが、うん、私は女性の立場からすると兼用は困ります、うん、お国が変われば色々習慣も変わりますし、うん、まあ、こういう貴重な情報も知ることができるので、うん、やっぱりこの番組はアコさんの近況も情報とするなら情報番組だと思います。すごいな。すごいですね。情報番組。情報番組。すごいですね。いやでもトイレの問題は私奥深いと思いますよ、これから。そうですね。私でも渋谷のドンキにそんなのあるって知らなかったわ。ああ、そうですね。でももうすでに取り組んでるってことでしょ、はい、で、そのドンキホーテのマーク。うん、その左側がスカート履いてない男性で、右がスカートなのかな、うん、このマークは結構浸透し始めてるらしいですね、なんか。へぇー。だからそういう。ピクトグラムじゃないんだ。まさにもうピクトグラムの新しいパターン。ああ。だから男性のトイレと女性のトイレのマークを合体させてるっていう。うん、はははは。このマークがだいぶ浸透し始めてる。でも、トイレの問題っていうと、日本はそういうと、まあ、遅れてるって変だけど、トイレの、便器自体はすごいね。TOTOなんかでもすごい人気じゃないですか。はい、外国の人であんな、ウォシュレットできるなんてね、信じられないっていうぐらい。日本のトイレ持って帰りたいという人いるぐらいみたいですね。そうそうそう、そう、はい。うん。で、ハリウッドの人なんかも使ってる人も多いっていうからね、はいはい、戦場に使ったりね、うん。でも、トイレの問題ってタブーじゃないんだけど、そんなにトイレ自体のね。はい。うん。だって私の友達が、もう、アメリカの友達が44、5年前に、よく行ってる、居酒屋とか行ったらね、なんで男の人と一緒なのって、なんかあったらどうすんねん、アコって。私に言われても困るよって、こういうとこは大体一緒なんだから、って思ったんだけど、今最近居酒屋行ってないけど、居酒屋なんかでも男女は分かれてんじゃないですか。分かれてる。あんまり一緒って。っていうのは少なくなったね。すぐからある店はともかく。お店の規模とかにもよるのかな。そうなん、トイレって意外にね、場所取るんですよ。男でも女でも、はい、便器、便座もちろんあるし、うん、女性は個室ね。で、手洗い所も必要じゃない。そうですね。鏡もつけなきゃいけないみたいな。うん、だ結構取るんですよね。そうですね。場所を。杉並区のラジオネーム、リリオさんも、うん、居酒屋とか小さめの喫茶店に行くと、うん、男女共用のトイレってありますけど、うんうんうん、まあ、アコさんが話していたのはあの程度のトイレじゃないんでしょうね、と。うん、アメリカってやっぱり大きいトイレのイメージがあります。うん、まあ、女性と男性共用っていうふうにこれから変わってくるんですかね、うん、という。だってコンビニなんかも違うしね。そうですね。そう。それで、
よく、まあ、近場っていうか、電車乗らないまでも埼玉とかね、はい、たまに行くときにトイレどうしてもしたってガソリンスタンド借りたりするけど、やっぱり男女別のところが多いです、うんうん、そうですね、まあ、だからトイレ問題、そういえば、まあ、ジェンダーレスの人もそうだけど、もっと障害者の人たちにももっとね、はいはい、なんか快適なようにはなった方がいいね。だからやっぱジェンダーの問題だけじゃないんですよね、うんうん、やっぱり障害を持ってる方でも、うん、なんか例えば目に見えて分かりやすい障害をお持ちの方と、うん、見えないけどやっぱり障害を持ってる方もいて、そこら辺の差、なんか違いもまた実は問題としてあるみたいで、だから見た目だけで判断しないってこともあるけど、見た目じゃなくて誰でもそうやって自然に使えるっていうね、普通に、それが多分、まあ、ある種理想 のトイレで、理想としてはね、はい、まあ、まどうなるか分かんないけど、はい、確かに、だから、うん、今この番組で話題にしてますけど、今後はもしかしたら当たり前になってくるかもしれない。5年ぐらい経ってると ね、そんなことも話してたね、なんてことになるのかもしれません、うん、情報番組や、情報番組でお送りしております。喋り方変えましょうか、変えてみてください、絶対にすぐ戻ると。情報番組こんなまるとあかんな。変えられるものなら変えてみていただいて、はい、メールは akko@1242.com でお待ちしております、はい、続いてはこちらのコーナーに参りましょう、はい、週刊和田スポ4団体統一へ。13日プロボクシングバンタム級の3団体統一王者井上尚弥選手が12月13日東京で WBO 王者のポール・バトラー選手と4団体王座統一戦を行うことが発表されました。井上選手はボクシング界の主要4団体のうち WBA、WBC、IBF の王者ですが、残る WBO の王座獲得に意欲を見せていました。4団体統一は男子では全ての階級を合わせて過去に8人だけ、井上選手が制するとアジア選手では初となります。決戦に向け井上選手は圧倒的な力の差を見せて4団体を統一したいですと熱い意気込みを語りました。ちなみに12月13日といえばアッコさんのブルーノート東京でのライブの2日目です。リングとステージ、決戦の舞台は違えども、同じ4月10日が誕生日の2人がそれぞれ一大勝負に挑みます。無理やりくっつけてやんか。はい、前代未聞。13日澤田研二さんのコンサートが主催者側の不手際が原因で日程が変更されたことが分かりました。これは澤田さんの公式サイトで今月上旬に突然発表されたもので、当初は11月15日東京国際フォーラムホール A の予定でしたが、急遽主催者側のコンサートの日程管理に不手際があったとして前日の11月14日に変更となったそうです。この突然の日程の変更に、この日に向けていろいろ準備や調整をしてきたファンの皆さんはとても困惑しているそうです。それに対して、そもそもどのような経緯で変更になったのか、なぜこのタイミングでの発表になったのかなど、主催者側からの具体的な説明はまだないそうです。先日の岡みどりさんのディナーショー会場のダブルブッキングといい、前代未聞のトラブルが続いています。ママに。10日、元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈さんが妊娠を発表しました。丸山さんにとって初めての妊娠で現在6ヶ月、出産は来年春の予定だそうです。丸山さんは2020年、元サッカー日本代表の本並健二さんと結婚。1年くらい前から妊活の準備を始め、今年になって本格的に取り組んだそうです。ちなみに性別はお医者さんから9割の確率で女の子と言われているそうで、それに対して丸山さんは、女の子なら一緒にお買い物とかいろいろやりたいですね、名前も今からずっと悩んでるんですよと笑顔でコメントしました。2人のサッカーの DNA を受け継いだお子さんが誕生するのか、サッカーファンにとっても嬉しいニュースです。13年ぶり&47年ぶり。
今週は往年のグループの久しぶりの新曲の話題が続きました。まず10日、今年で結成50年を迎えた3人組グループアリスが現在記念シングルを制作中で、11月の単独コンサートで初披露することが分かりました。作詞は谷村新司さん、そして作曲は13年ぶりにメンバー3人で担当しているそうで、曲調はアリスの原点フォークロックなラブソングだそうです。そして13日、さだまさしさんと現在は音楽プロデューサーの吉田まさみさんのフォークデュオグレープが新曲を制作していることが分かりました。こちらは47年ぶりです。さださんによりますと、精霊流しや無縁坂のように、うわこれぞグレープだという暗い歌にしたいそうです。さらに新曲に続いて1日限りの復活コンサートも開催されるそうです。昭和の時代に伝説を残したレジェンドたちの令和の新曲に期待です。いやどちらもよく知ってますし、さだくんも誕生日4月10日ですからね。さだくんのこのあれですね、うわこれがグレープだという暗い歌にしたいですっていうさ、さだくんらしいね。さだくんって本当に本読んだりしてると、さだくんのね、はい、著書読んだりすると、もうなんか長崎ではもう天才って言われてたみたいね。みたいですね、うん、それで東京へ来たらもう周りが天才すぎて、そうそう、あの中学の時にも音楽でね、そうそうそう、長崎から上京されてますもん、一人でね。そうですよね。アリスもすごいですね、頑張ってますね。すごい楽しみです。うん、そしてあのカリナ、はい、やっぱり嬉しそうでしたね。あ、そうですか、うん、私が、事務所でちょっとレッスンしてた帰りに会って、はい、車乗ってる時に走ってきてくれたんだけど、はい、車の座席で窓開けただけだからお腹そんな目立ってなくて、なるほど、でもなんかいいじゃないですかね。そうですね、うん、彼女らしい表現で妊娠の報告があったそうで、うん、カラスに懐かれている時期くらいに、なんか近所にカラスがよく来るようになった時なんですって、妊娠が分かったのが、うん、なのでカラスに懐かれている時期くらいに髪の毛を黒に染めたところ、うん、急にカラスが来なくなり、私たちの元にコウノトリさんがやってきてくれましたっていうコメントを残しているそうです。 DNA 受け継がる方が良さそうやけどなアッコさんが言うところ何言ってるか分からへんっていう、なんやそれみたいなあ、そう、独特の彼女らしい妊娠報告だったそうです。でもすごいね、カラスってなんとなく私たちは不気味と思うけど、はいはい、ね、面白いですね、懐かれてるっていう言い方なんですね、うん、まあでもね、コウノトリさんがおめでとうございます、ね、だって旦那もそんな若くないし、そうですね、58歳でいらっしゃいます ね、うん、頑張ってほしい、子育てで、はい、私不思議なのは、うん、ジュリー沢田研二さんのコンサート、はい、こんなことまた、まあ、岡みどりさんの時も言ったけど、ある？これはもう聞いたことない。1日違いでね、申し訳ないけど私も国際フォーラムって A はやったことあるんですよ、はい、まあ、リーブのコマちゃんなんかでもよく使ってましたけど、まず私は30周年の時にレイチャールズに来ていただいて、そうでした、ね、やってますから、素敵なホールでね、5000人ぐらい入るんですけど、なかなか場所取れなかったのに、今コンサートする時、コンサートに限らずね、ライブする時場所を押さえるのが最初なんですよ、はいはい、武道館なんかでも1年前は予約してくんなかったから、はい、武道館もやりましたけどね、50周年に、はいはい、15日にやってたのが14日って、14日もともとよく取れましたねっていう、だからたまたま空いていたとは、うん、やっぱり東京国際フォーラムホール A クラスの人気ホールだと考えられないそうなので、うん、事前にやっぱり14日抑えていった可能性が高いと見られてるそうです。だから、うん、最初から14日抑えていたのに、うん、発表15日と間違えていたのではないかっていう、もう本当にそういうそっちの表記ミスなのか発表ミスなのか分かりませんが、なんていうの、まあ、私事やけど、まあ私が、まあ、今年はその大阪も行くし、金沢のね ANA のホテルも行きますけど、ファンの人でサンフランシスコ住んでて、はい、私のそのライブだけに来る子がいるんですよ。来る子いてももうおばちゃんやけどね、まあ、私が知った時は中学生だったから、はい、ファンってそういう人いるからさ、そうですね、やっぱ北海道から来たり九州から来たりね、うん、宿泊代もあるし、こういうミスを責めるわけじゃないけど、ホリプロではありえないですね多分。ああ、まあ、これはちょっとね
ね、ファンにとっては。そうですね、うん、こういうのってでも、まあ、人だから間違いはあるでしょうけど、こう、うん、なんか二重チェック、お金絡んでますしね、ものすごく金額の、ね、二重チェック、三重チェックとかないんですよ ね、気をつけていただきたい。そしてこの井上尚弥、はい、すごいですね。ついに取ってほしいな、行きたいけどな。同じ日なんですもんね。そうなんですよ、行けない。いやすごい、もう買ったら、これを取ったらもう本当に焼肉いかんと約束してるから。そうなんですね。だって10人前はペロリと食べますっていうの、だ内緒で安いとこ連れてた10人前どんなせこいな。いやでも強いからね、もうなんか相手が本当にもうなんかもう秒殺というか、はい、あっという間に勝っちゃうんですもんね。いやでも何があるか分かりませんからね。確かにこれはもう男の人にとってはもう圧倒的に見たい、はい、非常に穴のない強敵だそうです、バトラー選手。あ、そう、はい、楽しみです ね、 ですね、頑張ってほしい、うん、4団体統一期待しましょう、はい、ということで週刊和田スポをお送りいたしました、はい、それではサザンオールスターズの原優子さんがですね、うん、今月19日31年ぶりとなる全曲新曲のオリジナルアルバムをリリースいたします。アルバムタイトルは婦人の肖像ポートレートオブアレディなんですが、はい、その中からこちらの曲をお送りしましょう。原優子、鎌倉オンザビーチ。